はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル、前回制圧した洞窟から続きやっていきましょう。北にいます、オロスの北。めちゃくちゃ寒い。今回は、そうだ、動画外でこのスキルをゲットした。マンモスライダー。これでマンモスに乗れる？若いマンモス？これが必須のクエストの戦士カルーシュ。と、あとここだ。シャハブッシュのかがり火。これ洞窟じゃなくてかがり火だから地上だ。ここのダッシュをメインでやっていこう。そして、パート10にして気づいたことがあって、シリンジとかを何か作るのかと思ったら、シリンジとかそれ作るの不要らしくて、草をもうそのまま食べればいいんだね。現在この体力回復のための、術というかまあそれが全部で4つあって、とりあえず緑の葉とかたくさん持ってるので緊急回復用として今これを設定しております。そしてこの辺もね、なんか結構いろいろ便利なものがあって、特にこの動物に発見されにくくなるっていうの、ちょっとこの辺すげえ危険な動物多いからちょっと使っていくか。目的地を設定、まずかがり火、あっちだね。ちょっとじゃあこれ使おう。いそう。サーベルタイガーとかに襲われたらたまったもんじゃないからな。キャンプファイヤー。あ、こっちがカルーシュの方か。なんだろう、 BGM がかかってんだけど、どっかで誰か戦ってる？さあ、かがり火が近いよ。一丁索敵しとくか。どうだろう。ああ、いるね。この笛のマークがついてるやつは敵を増援を呼んじゃうのは知ってんだけど、このなんか盾みたいなマークはあれか、硬い敵か。硬そうな敵だけど動物が捕らえられてるな。射程距離が長くなったね。弓もアンロックしたから。よし、ってことはみんな強いんだね、きっと。あれ、とりあえずはもうちょっと近づこう。雹でも捉えてんのかな。あの檻解放しちゃいたい。解放しちゃって、その解放で雹が放たれたその混乱に乗じて敵をバンバン倒していきたいな。結構見つかりやすそうなとこにいるが大丈夫か。割ってみよう。手なずけられる？それどころじゃない。はい、あ、正面を打たないといけないのか、これもしかして。待て、落ち着け。見つかったら怖いからジャガーにしとこう。どうやって火を解放する？よし、一旦下がろう。どうだ？あ？逃げた。戦わずに逃げた。ダメだこれ。暴れてくれんのかと思ったら暴れてくれなかった。どうしよう。おお、見つかる見つかる見つかる。敵密集してんだよな。どうしようかな。奥のやつでもやれそう。ちょっと警戒心が強いけど。はい、 OK。 気づいてない。問題はこっちの4人なんだよな。どうしようかな。
あ、一人気づいた。こいつ硬いやつなんだな、きっと。なんか被ってるもんな。この指で貫けんのかな。いてくれ。ダメだ。うわ、硬い。勝った勝った。ダメだ俺。本当に硬い。ん？呼び出された敵。ほら。あ、死んでる？よし。ほら。行って、行って。回復。まずいな、これ。ほら。うわ、本当に硬い。あー、まずいな。ちょっと引こう。ケーブライオン。ケーブライオンか、今の。テイクダウンとかできないんだ、これ。回復どうしよう。スティング爆弾8号数かかる。ほら倒そう。ほらテイクダウンして、こっちもテイクダウン。おっと硬い硬い硬い。よしテイクダウン。この固めの敵にはテイクダウンしか有効な手段がないな。あと一人。ほらよし倒した。と難易度高いな。ステルスできなかった。さあかがり火をつけよう。夜が明けてきたな。点火。リワードスタッシュも増加。お、100人達した。まあ、100人達したからといっても特に何も起こらないけど、なんか起きてる向こうで。なんだなんだ？あいつか。倒しちゃおう。よいしょ。はーい。はい。はい。手回復。あ、挟み撃ちにしてたんだ。ええ。こちら調べて。寒いな。それじゃあ、この人はメイン。カルーシュに会いに行こう。スキル1ポイント。だけど、難易度これもハードだな、ハードなんだな。さあ、カルーシュ。ウダムを踏み潰せ。あ、聞いちゃった。マンモスを使い背中に乗ってウダムの狩人たちを踏みつけろ。OK。あ、これか。ウダムを踏み潰せ。マンモスを探せ。よし、マンモスになって暴れるぞ。前作はゾウだったけど。この辺にマンモスいる？待て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 。敵もいる。敵がいるから、先にマンモスを。と言いたいところだが、待てよ。襲われてるマンモスじゃなくて、なんともないマンモスはどっかにいる。おっと、見つかる見つかる。ちょっと危険地帯だな、ここ。こいつ倒そう。テイクダウン。マンモス。マンモス、あいつだけなのか。ちょっとエリア外になんないかな。ぐるっと回れるかな。止まって待って待って待って。オッケー、いけた。あのマンモスに乗って残りの敵をと。そこにもいたの。
テイクダウン。このマンモスにソロと乗りたいが多分見つかるから乗る。乗っちゃって、痛い痛い痛い。よーし、ほらどんだけ。こっちも、はい、そこのあなたも、みんなまとめて飛ばす。おらおらおら、武器投げれるんだ、ここからヒル。よし、どんどん行くぞ。槍作って、ほら、うわ、どんどん破壊できる。破壊だからボンツリー、これか、よいしょ。でこれもだ。あ、防寒だから火つけよう。まだもうこれか。破壊破壊破壊、いや強い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 。敵が来た、はい、よいしょ。こっちもフライアウェイして、もう、はい、いやゾウと同じぐらい強いな。まだボン釣りある。うわ、この辺も壊せる。あと奥の方か、こっちに敵がいる。ほらほら、よいしょ、はい、いや吹っ飛ぶ。おい、こいつもボン釣りはこれだ。またこれ敵だ、はい、まだ向こうにいる。おらおらおら、勝ち目ないよ、こんなの来たら。はい、まだ来てる。ほら、上から参上、よいしょ。まだいる、ほらほら、え、こっちも。さて、これも破壊して全部か。群れの元に行け、このまま行って大丈夫。群れいる、あ、群れいた、群れ、うん、降りる。行けマンモス。かつては狩りで倒したマンモスも手なずければかなり強い。経験値も結構入った、スキルもゲット。さて、もっと長くかかるかなと思ったけど結構早く終わっちゃった。クラフトで両手持ちコンボのアップグレードが可能。 OK、 さあどうしようかな。スキル2ポイント、狩猟スキル低いな。片っ端からアンロックしよう。ちょっと待って、マップ、プラトゥ、あ、洞窟拠点だここ。どうしようかな。一旦村に帰って誰かの小屋をアップグレードできるからアップグレードしよう。村の人々のクエストやる前に、とりあえずオロスの治癒をまんべんなく冒険したいんだよな。誰のアップグレードできるんだ。あ、クラフトしちゃったから足りなくなっちゃった。ダメだ。オッケー、じゃあ、現在村人は102人。今回もじゃあ、残り拠点を解放しに行こうかな。キャンプファイヤー。プラトゥー洞窟拠点行くか。もう一回洞窟、リベンジで行こう。ここに来て、で、なんかやってるな。救出か。袋。
何人捕らえられてる、あれ。33。おー、待てよ、どうしようかな。この辺降りれる？こっちパーキングしといて。近くにマンモスがいるが、マンモス乗って敵まで、味方まで吹っ飛ばしちゃったらまずいからな。待て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 、ちょっとちょっとちょっと、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫ですよ。これ乗っとかないと敵対がしそう。降りて、一人死んじゃったかも。一人死んでる、マンモス。あ、二人助けれた。さあ向こうだな、洞窟。さあ洞窟が近いよ。近いけど下に2人グラップルしていくんだ。プラトゥ洞窟拠点。さあどうやって入っていくかな。入り口はここしかないのかな。入り方見せたらこれ見つかりそうだな、一瞬で。別の入り口ないのかな。いや、いるもんな。どうしよう、袋こん中入れる。いや、ちょっと厳しいな。入れるかな、この下。別の入り口。あ、こっち、こっちはどうだ、これ。こっちは下が穴開いてるわけじゃないのか。ここしかなさそう。結構暗いな。どうしようかな。もやがかかっててちょっと見づらいな。どっか別に入れるとこないのか。あった、ここ入れんじゃないの。よっしゃ、入れる。そしてこいつ硬い敵だ。テイクダウンしちゃおう。お前は嫌で貫けないからテイクダウンしたいんだけど、テイクダウンしたいんだけど、テイクダウンが出てこない。なんで、あれ、テイクダウンして、あれ、テイクダウンのマークが出てこない。ああ。いって。テイクダウンのモーション出てこなかった。なぜに。敵呼び出された。テイクダウン。ああ、しゃあない。テイクダウン。トラと連携していこう。なんかいつも動物の名前間違ってないか。ほら、テイクダウン。動物やられてる。こいつテイクダウン来てるな。テイクダウン。おお、危ない。逃げる。こいつ硬いやつだ。いって、回復。テイクダウンができない。で、別の動物。ライオン、カモン。あ、今、違うな。呼び出せない。生き返らせよう。テイクダウン。ほら。うわ、ドッグ食らった。こいつが硬いんだな。硬い。よいしょ。硬い硬い。OK。あと2人。へい。あと1人。あと1人も硬いやつだ。ほら。よし。
ステルス失敗。洞窟ステルス難しいな。なんか外で誰か騒いでる。村人は増加。アイテム回収しよう。さてじゃあ、なんか今回ありとあらゆることがグダグダになってるけど、まだちょっといけそうだから、ここも制圧しよう。スノーシュワルダ拠点、ここはノーマルだね。あ、でも拠点か。ここも今度こそ、今度こそなんとかかっこよくステルスプレイしたいな。向こうまで行こう。敵？敵だ。あ、こう向いたがもう一人いる。二人とも向こうを向かないか。うん？なんだ、別な人と戦ってる。あ、違う、仲間だ。はいやー。オッケー。どこだこれ。さあ、グラップルをしたりもしたけど、こういう拠点か。今夜だからな。楽にステルスいけるといいんだが、袋呼ぼう。さあどうでしょう。あったかそう。まんべんなく索敵をしたい。これがいわゆる警報器みたいなやつだな。置き型の笛。あとはいない。まだいるよな。エイム合わせても今スポットができるから。違った。ひとまずこんなとこか。そこの鶴から降りよう。ブラックライオンが死んでるから。ブラックライオンが死んでる。ここは大丈夫だね。降りよう。こっちの方からまっすぐ行って、この先にはいない。あ、こっからじゃ中に入れないのか。オルスの下ゲット。なるほど。なんか動物捕らえてんのかな。寝てるなあれ。なんかに見つかりかけたぞ今。一人こっち来てる。あれ動物入ってんのかな。動物入ってる。開けてみるか。ちょっと下がろう。あ、誰か逃げ回ってる。混乱してるな。はい。おっとっと、待て待て待てね。まだ動物に混乱してる。あ、硬そう、あいつ。撃つのやめとこう。ちょっとこの位置見つかりやすいな。危ない危ない危ない。誰が見てるんだ。
そのまま向こうにできれば行きたいんだけど。危ない危ない危ない。広く見ていこう。そこに一人いる。そこにもいた。あ、結構いる。本当にノーマルかこれ。こいつ倒せそう。大丈夫だ。場所を変えていこう。もう捕らえられてる動物はいないのかな。いない。松明持ったやつが移動し始めてる。死体に気づくかな。動きそうなやつがいないな。あとここを降りよう。寝てんのかなあれ。こいつテイクダウンしてそのまま後ろに引きずるか。ひょうよ、バレたんじゃないの。ひょうバレてる。あたたたた。だけどまだ本人が気づかれてない。ちょっとひょうに暴れてもらおうか。ひょうがバレちゃったなら。ひょうが暴れるだけじゃ増援は言わないんだな。問題はあの笛のやつだな。敵が向こう向いてる。こう走ってった。あいつどうしよう。ちょっと撃ってみるか。待てよ。そうだよ、8爆弾だよ。8爆弾 OK。 あとの敵は白いからこいつをやれば OK が。OK。 あいつはいいのか。え、ステルスクリア。あ、逃げてる逃げてる。あ、ステルスの追加経験値すげえ多い。OK。 最後はうまくステルスできた。115人。よし、それじゃあ今回はここまでにしようかな。ここまでにして、もうオルスの北の地も結構埋まってきてるね。これが気になるな。ベリーハード気になるけど、ちょっとまだ早いと思うな、行くの。まだ早いか、早いと思うから。マップ上にあと J もあるから、これをやろう次回。大型エルクを狩れ。じゃあそんな感じで、じゃあ今回はここまでで。
はい、ご視聴ありがとうございました。